にちは。まあ、いろいろ話聞いてきた中で、はい、ファンの人って、まあ、来季どうなるか、はい、やっぱ3連覇に向けて、まあ、当然やると思うけど、はい、渡辺久信、GM の話聞き、今年のキャンプで聞いたのかな、そのうち投手王国ができるっていうふうに言ってたんだけど、笑ったね。いやいやいや、どう、その手応えみたいな。いやいや、まあ、正直言って、今年ピッチャーを育てるシーズンになると思ったのね、うん、もちろん。うん、しかり今井、松本、高橋コーナー、ここら辺がみんな若いからね、だからちょっとまあ負けがこう重んできても、まあ、こう一シーズンこうローテーションこうやってくれればいいかなというところで、し、まあ、でもみんなコーナーもちょっと最後あれしたけど、今井なんかも負けはした、勝ちは少なかったけど、でも最後まで投げ切ったというところ、ね、まあ、いい経験を、まあ、みんなできたと思うんでね、これたちがしっかりとこう一本立ちできるようになれば数年は大丈夫じゃないかなという可能性は十分あると思うんでね。まあ打つのはね、打ってくれるだろうし、ただ秋山が抜ける、いや、まずそれがね、だから200本近く打つバッターが、1番バッターがいないというところは、これもまた痛いよね。痛いよね、痛い、毎年痛い痛いしてるけどね、うん、でもやっぱ3連覇っていう、もちろんことは考えて、これがやっぱり一番、もうリーグ優勝っていうのがやっぱり一番目標ですよ、うん、でもそれに向けて、まあ、秋とか準備したこととか、どんなことでした？秋はやっぱり特にその外野手が一人抜けるというところで、うん、外野手がちょっとまあ相手なり、鈴木であったり、僕はもう、まあ、いいところにしてくれてたし、まあ、レギュラーになるので、まだまだ不足なところはあるけども、でもその中でやっぱり、もし、外人が取れなかったりとか、いろんなところで、考えたときに、使わなきゃいけないということになるかもしれないし。でも、FA をしたさ、福田を取りに行ってたね、福田が取れなかったから、うん、やっぱこれも痛い。まあもちろん来てくれたら戦力にはなったと、そうだ、それがレギュラーは確約できないけどね、うん、それはもう入ってからのあれだけど、ただセカンドの山野ベースだってあいつが育ってくれば、うん、外崎を外野に、うん、そうだね、セカンドがいい選手が出てくれば外崎外野で、山野頑張ってたね、頑張ってたね、台湾でね、頑張ってる、うん、だからそういうところで、まああるもんでしかやらないけど、うん、やれないけども、まあそれはあんまり心配してないけどね、また、まあ、ピッチャーは今年よりは成長して結果も出してくれるだろうっていうふうな計算はある程度立ってる、うん、頑張ってほしいって言います計算はできないと思う、まだ秋のそのキャンプで見てるところではまだ不安定なところがちょっと全員にあったんでね、まだまだですよ、年齢が、でやっぱり森の控えっていうのも、うん、まあ岡田が元気であれば、うん、まあ岡田も十分いけるし、うん、あと心配って言ったら中村かな、それは年齢的なこと、もう年齢的なこと、うん、だからそこをうまいことこう本当にね、もう体もバリバリ張りながらシーズンやってくれて本当疲れてると思うんだよね、休ませてあげたいっていうところもあったんだけど、優勝争いしててやっぱりそういうことができなかったんで、それをうまいことこう佐藤あたりがね優勝したからって、まあすごく守りはもう問題ないし、打つことが良くなったらそういうちょっとそういう時に休ませる時に使えればいいだろうし、まあ中村だね、これがまあ別に今年みたいにやれとは言わない、普通にできればそこを一番期待したいかな、まあ、連覇に向けてさ一番強敵になってくるのはソフトバンクじゃないで、ロッテもものすごい補強してるよね、でも毎年今年もそうだったけど、みんなさ補強がみんなよく見えちゃうんだよね、見えるよね、もうなんか他のチームはみんなさいい選手なんか取って外人も見てと思うけど、まあうちもそれを期待してるんだけど、まあ外人もでも楽天もある程度補強してるし、
まあ日本ハムがあんまり取り立てて補強してないのかな、オリックスと。まあ、西武もそんなにしてないよね。オリックスなんかピッチャーいいじゃない。いや、いいよね。って。あと野手だけだよね。野手がこう繋がってくればね、やっぱり怖い存在だってどこも。だから一番大事なことは、一番最初話した通り、そのレギュラーチームが怪我しないことだ。まあ、そうだね。そうだ。だから他のチームみんながピッチャー故障したとか野手が故障したとか、うちがなかったんで。だからそのチームのこの戦力としてそこまで入った戦力だと思うね。怪我人を出さないっていう。だから そこがチーム力だと思うからね。だからそういう意味では層がそんな厚くないというところもあるだろうし、でもそういうところで今年みたいにこうみんながもう怪我せずにやってくれれば十分戦える。監督がやってて一番やりづらいチームっていうのはどこも、あ、ここ嫌だなっていうチームとして、あの不思議と、まあ、ソフトバンクの場合はヤフオクで勝てないんだよ ね。うちの球場でメットライフではそうでもないんだけど、日ハムもうちに来るとよう打つんだよね。楽天もそうだし、楽天なんか去年なんかも大雨に勝ち越したけど、やっぱり戦力整ってきたら一つ負け越しかな。だからどんどんだし、ロッテだってやっぱり力あって、たまたま今年もやっぱ貯金するのは多く取れなかったしね。これだけ分かんないね、本当に。さっき言った通りピッチャーが成長してくれて怪我人を出さずに戦った結果だからね。今年戦ってみてさ、森が MVP 取ったよね、うん、監督から見る影の MVP って誰なの？あの、優勝したのはと考えるとやっぱり中村よ。あ、やっぱそう。な、中村、三平がこう、あそこで4番に座ってあれだけの活躍なかったら優勝はなかった。ただやっぱり今シーズンをこう通して考えると、智也はやっぱり打つことに関しては特に。まあ、そりゃそうだよ、ね、あの3番に入れて大正解だった。もう本人にも話をしたら、ね、どっちがいいんや、終わってからね、3番がいいです、そうだろ、3番にいたら打点いっぱい稼げるだろう、まあ、そうだ、5番にいたら前山川さんとかね、まあ、そりゃそうだ、中村さんじゃなかなか1本で帰ってこれないし、そういう笑い話だけど、あ、そりゃ足の計算なんですよ。なるほどね。それはね、秋山とかさ、源田とか、その前に、まあ、そりゃそうだよ、金子もいるだろうから、そう考えたら、ワンヒットでお前、それがピュッて帰ってくれるわけじゃない。100打点あげたもんね。そうですよ。でも、あの100打点も大きかったね、本当にね。ピッチャーで言えば誰？ピッチャーはやっぱりニールかな、先発でね。ニールね。負けなかったね。負けなかったね。だから、まあ、キャンプの終盤にこう、ふくらぎ、まあ、故障して、それでちょっと出遅れて、6月ぐらいからね、交流戦ぐらいから、中日戦ぐらいから良くなってきて、やっぱりその本来のコントロールとか良かったんで、ね、またテンポはいいからね、テンポね、打たれてもパーンって単発のホームランとかで、そうだね、うん、だから致命的なあの傷を負わないタイプのピッチャーだよね、うん、だからそれもまた2年目だからどうなるかわからないしね、当然に今後考えてくるだろうし、まあでも不安はね、まあ、いっぱいあるし、期待もいっぱいあるしね、本当に新しいやっぱり力がね、こうすごい期待もあるよ、うん、でも不安、やっぱり不安だよ、まあそうそう、もう不安がやっぱりどうなるだろうっていう、この不安が一番大きいんだけど、まあ、勝負師って意外と不安から入るよね、マイナス思考から、ね、もう本当にスーパーネガティブだからね、そうだね、そう、ポジティブ、ネガティブの方がいいと思うよ、いや、そりゃそうでしょ、ね、ポジティブで、うん、逆来たら落ち込むもんな、うん、やっぱある程度想定しておかないとな、うん、あ、そうそうだ、でも今年西武には YouTube でもお世話になったんだよね、誰も言っていい、ああ、どうぞどうぞ、あ、どんどん、本当、うちの選手は面白いやついっぱいいますね、いや面白い、うん、ただね、練習熱心でめちゃくちゃ練習終わってからにしてくださいって、あ、あの山川、そらも当然ね、練習終わってから、終わったのが6時ぐらいだからね
もうちょっと早く終わってくれよって、もうずーっと待ってんだから。日が暮れる、日が暮れる、うん、いや、練習の邪魔するつもりはないよ、もちろんするつもりはないんだけど、それ熱心で、まあ早い人で4時半、5時、6時みたいな。いや、窓打つのって言ったら、あ、まあちょっと打ちますみたいな。よくやるよね、今の選手。やるね。やね。だからそこがやっぱり一番いいとこじゃない。こっちからメニューはほら、なんだかんだやっても3時半ぐらいに全体が終わって、それから徳田とか徳島入って、それ終わって、また室内で打って、で、ウェイト場行って、いろいろトレーニングして、そうなるよね。だからそういうブレーキ踏んでやるのもこっちのあれだと思うけどね。だからそういうのを、まあ、トレーニングコーチ、には話をして、やっぱこんだけやってね、特殊フラフラだってもう走れないからねって、もう そういう時はやめてって言ってる。あ、走る以上のことをやってるから、ここから走れて走れるわけないだろうって。まあそうだね。だから出し切ったらそこでいけるとこまででいいって。あ、そうだね。うん、あとはもう体のケアしておきなさいっていつも話はしてるんだけどね。こっちブレーキかけてやれないとね。今の子ほんと真面目だからね。本当だよ、うん。まあでも来年が楽しみだったら、キャンプ行けるからね。そうですね。取れなかったら6時はちょっと回数だからね。昼食の間にちょろっと時間を取って、そうそう、じゃあ俺があの豊かの隣についていこう。そうだ、俺暇だから。監督が暇でいいですよ。暇だね。大変でブルペンでずーっと見てるから。そうだよね。もうずーっと見てる。野手はもう任してるから、もうピッチャーが心配だからさ。そっか。まあとにかくブルペンで座ってる時間長い。じゃあ監督いないと思ったらブルペン行けば絶対会えますね。絶対。わかりました。まあ来年もね、はい、期待してます。ありがとうございます。はい、ね、まあぜひキャンプ来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。